おはよう、こんにちは、こんばんは、あにょーん。前回オフィシャルグッズ買えなかったねんて、ほんと全部売り切れ祭りで全然なかったねんて、もうあれから1週間くらい経ってるのかな。もう一度確認してみたいと思います。皆さん一緒にチェックしましょう。オフィシャルサイト、お、 T シャツ、メンズ T シャツね。これメンズ T シャツと女性用 T シャツと、まあパーカーやね、パーカー。あとは、あとはこの後で、この後大事だからね、キャップキャップね。あと前回売ってた写真も売り切れですわ。ソールアウト、売り切れ、ソールアウト。あ、ってことは本田ひとみのマフラータオルも売り切れてます。ってことはマフラータオルはね、売り切れ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 です。クリアファイルね、クリアファイルもない。なんでクリアファイルないんだろうな。当時忘れたリリース記念 T シャツも売り切れですね。あとあと、あの見直してこれちょっと欲しかったんですよ。これメンバーの名前書いててちょっと失敗しましたね。まあいつも通り売り切れ、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 切れ、売り切れ。 T シャツをね購入したいと思う。 T シャツを、西洋 T シャツ着れないからこっちの方がね首元が楽そうでいいんだけど、まあこれ買えないから男性用で、カラーが計5種類あって、男性でまあ定番がまあブルーか白、黒だと思う、定番がね。でもアイズワンカラーとしてはピンクがいいやんか。でも僕にピンクが似合うかって話やねんって。ピンクがね、頑張ってねピンク買っちゃおっかな。ピンクがいいと思いますか？皆さんはカラー何買ってますか？いつも T シャツピンクあ、ピンクの M、 ピンク売り切れとる。 M、ホワイトも売り切れとるやん。あ、ブラックなんてもうないじゃん。ブラックなんてほぼほぼないじゃん。すごい。グレー、グレーは全部あるわ。ピンクが M サイズ売り切れ、ブルーが全部あるわ。ブラックが一番人気、ブラックが一番人気だわ。2番がホワイト。僕はねピンクでいきたいと思います。ピンクの T シャツ購入したいと思います。で、これを着て動画を撮るよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に友達になってアイズワンを応援していこうよ。またね、バイバーイ。